はいどうも、りょうへいです。そして、どうも、橋野チャンネルです。お願いします。お願いします。本日なんですけれども、新しい GS が発売されたということで、ちょっとご紹介してもらおうと思います。ありがとうございます。はい。カラーレッドオレンジですよね。そうです。映える。これどうですか？テルタレザーの赤オレということで、はい、今回実は2種類出てるんですよ。はいはいはい。赤オレにブラックレースと、このキャラメルレース。はいはいはい、はい。2種類出てます、今回。こっちの方が好きです。あ、マジっすか？カラーリング。まあ、この前もちょっと話したんですけど、はい、ちょっとブラックレースは、まあ、自分ら世代に流行ったカラー。そうですね。でこのキャラメルは本当に今っていう感じ、トレンドっていう、はい、その2種類、はい、僕らの時なんかはやっぱレッドオレンジに黒はあんまいなかったですけど、うん、コルクとかに黒は結構いましたよね。そうですね。なんかそういった感じで見ると、まあ今どきこれがもう高校野球で使えるっていうのが、僕からするとああ時代が変わったなっていう、確かに、はい、思いますね。型の特徴とかっていうのがあったらちょっと教えてもらいたいなと、はい、このグラブ自体は当てはさみの前 H だったやつのウェブ違いなんで、型自体は変わってないんですけど、ウェブがクロスになります。クロスに、はい、で多分良平さんこれはめてもらったら分かると思います、違いが。 H をはめたあの記憶から、はい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 、型付きは同じく自分がやってます。はい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 、なるほどなるほど。なんか違いがありませんか？革の違いが分かったかなっていう。あ、確かに確かに。僕の場合はまずちょっときめ細かくなった。そうですね。やっぱりテラダレザーってもともと大元のアトムズさんがたくさん作ってる革らしいんですよ。はいはいはい。なのでまあその分たくさん革を持ってるんで、やっぱりキャメルとかオレンジよりも安定してるというか、うんうん、それは自分も届いた時に思いました。あとウェブ硬くなりました。そうですね。まあクロスだからっていうのもあると思うんですけど、なおかつ編み込みが、あ、そうですそうです、入ってるんで、はい、で僕そこかなと思ったんですけど、なるほどなるほど。クロスになってちょっと深くなったっ、ああ、はい、奥行きが、奥行きが、そうです。なるほど。よりしっかりと安定感が出てきたっていう。そうですね。なるほどなるほど。まあこれは好き嫌いあると思うんで、うんうん、どっちが正解ってわけじゃないんですけど、 H のイメージは自分こうなんですよ、はいはいはい、パーがこう向くで、今回のクロスはちょっとこう、うん、そうです。こうかこうかの違い、はいはいはい、親指の利きがより出やすくなるっていうイメージ。そうですね。ちょっと浅いグローブだと軟式弾くなっていう方はこっちの方が合うかもしれませんし、まあもともとちょっとクロスが好きだよって人はまあ合うかなっていう感じです、うん、すごいオシャレだなっていうのが、まあ流行りではあるんですけれども、クロスウェーブの編み込み、はい、ここでカラー変えられるじゃないですか、2色だと。あとこれ黒とキャメルの紐を見比べてもらうと分かるんですけど、はい、あの目の錯覚でやっぱこっちの方が明るく見える、うんうん、で黒はちょっとなんか落ち着いた感じに見える、大人な。そうです。写真ちょっと出してもらっていいですか？ここに2種類見ると全然違う。ここですね。ここに比べると全然違うと思います、はい、雰囲気的にも。なのでまあ2パターン遊べるというか、うん、どっちがいいかなっていうのは、まあ、お店で見たりとか写真見たり動画見たりして選べるんじゃないかなっていう、今回の赤オレになってます、はい、この以外にも型が出てるじゃないですか、はい、今ここではないんですけれども、まあ、どういうグローブが出てるのかっていうのも。内野は基本的に2型で変わってなくて、はい、もう1個のバスケットタイプは一回り大きくて、この前の継続、はいはいはい、バスケットのヒンジが入ってるやつ、はい、そこは何も変わってませんっていうのと、外野仕様が2種類、はい、大きいのと中型のやつ、はいはい、この前良平さんに受けてもらったキャッチャーミット、はい、あれも形継続、うんうんうん、全部で5種類です。あのめちゃくちゃ取りやすいキャッチャーミットですね。あれ使いましたか？どうでしたか？いやもう勝手に入ってきてくれる。あ、マジですか？でもあの時もあれちょっと硬かったですもんね。はい、軟式で使うにはもっとほぐさないといけないんですけど、うん、使い方は、はい、順も使ってみてよかったなと思いました。そうですね。硬いんですけど包み込んでくれるような、うん、イメージがあるようなキャッチャーミットだったんですけど、僕ずっと親指の芯っていう話をキャッチャーミットの話でしてるんですけども、はい、薄いので一番好きなタイプの、ああ、マジですか、方でしたね。わかります。やっぱキャッチャーの意見大事ですから。はい、はい、皆さんぜひモンタナスポーツさんですよね。ですね。はい、はい、オンラインストアでも、はい、モンタナスポーツの店頭とオンラインストアで販売してるので、気になった方は購入してください。ありがとうございます。でちょっと耳寄りな情報があるみたいなんで、はい、おじさんお願いします。ちょっとですね、両平さんも使ってっていう話をしたんですけど、言うて埼玉とかだったらいいんですけど、はいはいはい、遠い方って実際はめれないじゃないですか、うんうん、でモンタナスポーツさんの、インスタの DM で貸し出しが始まったので、お1週間から10日ぐらい、もう練習でも試合でも何でもいいんで、おやってもらって、それでよければ本製品を購入という、はいはいはい、サンプルが今5、6個、7個ぐらいできてるんで、うん、それも試してみてください。
はい、なるほどです、はい、はい、で、この後なんですけども使わせていただけるということなので、ノックされたりやっていこうかなと思います、はい、それではやっていきます。お疲れ様でした。言えなかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ちょっと感想言っていいですか。はい、だ、おじさんの片付けだとは思うんですけど、まあここで取りやすい。ああ、手のひら真ん中、はいはい、ちょうどここの刻印のところ、はい、でしっかりと収まってくれる。まあ多分ポケットがちょっと長めじゃないですか、はいはいはい、だからできるグローブなの型なのかなっていうのはありましたね。なんで盛大にポケットを使えるっていう、使ってみた感覚だと、確かにっていうのはありましたね。なんでもうこれはマジでおすすめです。本当に本当に使ってみて、はめてもらえたら本当ですよ ね、はい、多分ですけど、まあ、なんで、まあ、先ほどもちょっと言った通り、今あれですね、サンプルが、はい、今サンプルを全国で貸し出し、できるので、もうすぐお願いしちゃってください皆さん。マジで、はい、気になる方はもうすぐサンプルをぜひ使ってみてください。そして本日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日コラボしていただいた走れ追いチャンネルさんの動画概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。動画以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ追いチャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。